裏ボスいっぱいおるから今回。ナルガの裏とか。ラギアの裏とか。おお、ムービーから始まる。どこだここ。こんな場所あったかって思うようなところだなこれ。火山っぽいけど火山じゃないんだ。海だもん。海ってあったじゃん。あ、海なんだ。おお、マグマを。どういうこと？どんなボスだこれ。でかっ。あ、半分水に埋まってる。燃えてるな。なんか興奮してる。上から降ってくんのかメテオが。死ぬ予感がプンプンするぜこれ。嫌な予感しかしねえ。始まった。お、ふっ、直撃した。なんだそれ。やばいな。水に行った方が安全なのか。泳いで殴りに行くのかよ。東京ミミセ持ってきてないんです。でけ。なんかあれがあるんだけど。V 破壊すらわからん。壊れそうな場所適当に叩くか。この羽っぽいのを壊れるだろう。激流層だっけ。あ、激流層あるけどそっちにあんまり行かへんから。あんまりバリスタだべそこ。これ応急薬。あれマジで。ボンだ。なんか怒ったらしい。とりあえずまあこの羽っぽいとこは壊せるだろうからそれから狙うかな。当たり判定とか全然わかんねえんだけど。なんかオータル爆弾があるんだけど。あ、やばい。あれ、飛躍が出たぞ。なんだろう。よし、もう羽壊れたぜ、片羽。そんなに強くないのか。地球3個に応急薬。じゃあ応急3つに樽爆弾に飛躍か。え？いやなんか同じ場所じゃないんだよ。ちょっとずれてんだよ。なんだクマさんは今地上にいんの？ああなんか降ってきた。2回連続やばいって。寄った。どこが安全かもわからんからとりあえず回復を食っておこう。またひるんだ。足とか尻尾っぽいところも攻撃できそうだ。尻尾取れんの？めっちゃ硬いっすけど。さすが剣術。弾かれても大丈夫だぜ。尻尾は切れる。よし、とりあえず壊れはした。1回目かな ?2 回目とかあんのかな。どこが壊れんのこいつ。手が当たっ、とりあえず赤くなったところ全部。うん、赤いところが壊れんのか。とりあえず赤いところを叩こう。右羽を壊しに行こう。泳いでると上からの攻撃全く反応できないんだけど、これもしょうがねえよな。地面見たらわかんないかな。とりあえず右手がなんか赤いから攻撃すっか。ああ、さあ当たんなかった。こいつ水から出すとゲームオーバーとか。なことはない。そこまでひどくはないか。お、壊れたか。視界が悪い。お、右手いったぞ。壊れた。あと胸か。胸か。危ねえ。口が結構めんどくさいね。口はね、中薬もいる。口はハンマー様が。なんだ、俺は口を狙えばいいのか。え、ピヨンねえのこいつ。ピョリはしないだろ、このサイズのボスになると。ピョらせてくれよ。
ちょっとずれてるな。めっちゃグロだ。何やろう、何かやろうとしてるのはわかるんだけど。ナイス、俺も回復使うぜ。なんだなんだなんだ、何貯めてやるの。なんか貯めてる、なんか貯めてる。即死系か。ちょっと逃げてみよう。あんまりこっちの地上には降ってこなかった。貯めた割にチャチー攻撃だな。そろそろ爆発しそうだから顔を狙いに行きたいところ。しかし遠い。胸も壊れたか。まだなんか狙いづらいんだけど届かねえ。これ顔狙いにくいな。見えねえ。上がっちゃった。お、顔狙える。意外に当たり判定がない。上がってったぞ。でけえな。どうやってこんなん顔狙うんだよ。足でも狙っとった。後ろ足かなんかぶったたいて。足しか狙えないじゃん。こかさなきゃいけねえのかな。これこけたか。ちょっとこけるとこ遠すぎなんだけど。顔いけねえんだけど。背中しか見えないんだけど。背中の不実を腹しか叩けねえ。顔までいけねえんだけど。どっち向いてんだよ。怒られたって。俺は叩くだけだ。お、またこけるか。間違えて話しちゃった。やっぱ基本は足叩いてこかすしかないのか。すごい飛んでるか。おお、降ってきた。肩からメテオめっちゃバランス取る。うん、なんかバリスタの音が。死にオータル爆弾を聞いた。ああ、来てくれー。ああ、鉄に当たった。また怒った。ん？顔が降りてきたけど叩けるチャンスじゃないのか。よし、こけ、そっちか。こけたか。遠いな顔。これって戻り玉使うとどこに帰るの。回ってる。食べられとった。全然違う。あれか、攻撃時アーマーみたいなのないんだね、槍は。いってこっちにいよう。コットンがめちゃくちゃ硬いね。あ、こけるか。あ、踏みとどまった。この位置でこけられるとすっげえ困るんだけど。マジかよ、遠すぎだよこの尻尾。ああ、つかいけねえ。胸で我慢か。あ、やべ、吹っ飛ばすかも。分かってもう止めん。来た方が悪い。計算づくの。やめてほしいな。頭と
狙えないような感じで倒れるので。剣術結構いいな。あ、弾かれなくて済む。そうか、なんか怖いね。あ、そろそろヒットポイントやべえ。あれ、痛い。そろそろ爆発するな。こけるかな。よし、こけたろ。頭叩きやすそうなタイミングでこって、羽でかーって前に回るのが大変だ。頭は俺がいただいた。じゃあ逆側の頭からいただいた。お、壊れた音がした。なんか壊れた。もう壊れない。ベコベコみたいな。さっき実はさ、俺あの他のアイテム持ってくることに夢中で砥石忘れてきたんだよね。いつものことじゃないか。誰か貸し、誰か何個かくんね。よし来い。よし、遠い遠い遠いが走る。いや準備中だから大丈夫だ。オッケーオッケー、今のうちに行く。よし、今行く。もうちょっと待って。センキュー。おいで。尻尾にはねられた。あ、飾りだと思ってた。回復完成は。やりすぎだろう、あれ。てかね、尻尾は何が攻撃なのか分かんないけど、尻尾にはあまり近づきません。こけた、こけたんだよな。あれ違う、攻撃か。なんだこれ。みんな回復だ。そろそろ爆発するから焦げそうな感じだな。海に帰ろうとしている。海に帰ろうとしている。早すぎたんだ。早さね。逃げられて失敗とかあんの。あれか。お、どっちだ。あれ、まだ焦げてないな。海に帰った。え、終わった。あれあれ、ちょっと待ってくれよ。ちょちょ、うわ。削る削る。遠い遠い遠い。こうやって地上で倒した方が掘りやすいんじゃねえの。しゃがめるから。とりあえずあとは連打だ。ダメっぽいな。尻尾、尻尾あたりと肌と口の前と。何？場所違うの。今俺多分尻尾か入れるの。あとじゃあ顔の方か。おわ、こっちか。大流玉飛ばしる。こっちか、あった。爪とか鱗とかだ。もう一回いけるのか。9回9回目いけなかった。ギリギリ8回。8個だ。9個いけなかった。あんたが死ぬとはってか、倒した時の場所にいた人でもダメだったな。覇王の証、爪、ウホコ、古流の地、強眼、風化したお守り、ピュアクリスタル、ほとばしるマグマ、翼、ウロコ。灼熱核があれなのかな。湯玉みたいな感じになってきてる。回復量プラス4。まあもらっとこう。でも2つ目だな。よし、とりあえずハンターランク8になった。
何がレアなんだこいつ。あ、防具の色替えができるようになった。翼と弾弾弾灼熱角